市役所1階ロビーに展示されている東大阪ブランド認定製品の展示内容が一新されました。市役所1階ロビーにはものづくりの町東大阪を代表する製品として認定された東大阪ブランドの製品が展示されています。東大阪ブランドは年に2回新たな製品の認定が行われており、それに合わせて定期的に展示の入れ替えが行われています。今回は令和5年度の後期東大阪ブランドに認定された市内企業10社の製品18点が展示されています。東大阪ブランド推進機構ではものづくりの街東大阪の優れた製品を見ていただこうと、東大阪市役所1階で製品を展示しています。生活の中で使われる製品から、クラフト、アートに使われるもの、文具、それからキャンプや釣り用品、さらに産業や建築で使われるもの、そして自転車までこちらのブースで紹介しています。認定製品のそれぞれ一つ一つじっくり見ていただきますと、一癖一工夫が込められた製品の面白さ感じていただけると思います。今回展示できなかった製品をはじめ、さまざまな製品を14日水曜日から市役所本庁舎1階南側ロビーで展示します。ぜひお越しください。